じゃあ、続いて。お疲れ様でした。で、まあ、この後にね、いろいろもう、何回とか、サポートの動画に行って、まわらないんで。まず、本当に、やってくれたというかね、30試合、お疲れ様でした。先週のね、試合をしっかり3日勝つことができて、ね、今日、この後半戦というところで、逆転勝利初だよね。先制点入れられて逆転して、そこがやっぱ強さだと思うよ。今年変わった部分に関して本当に、そこの部分で、まあ、立ち上がりはね、本当に正直あまりよくわからなかったけど、それをしっかり修正して、ね、その気持ちよく見せてくれたというのが非常に嬉しいことだしね、やっぱり我々のその強さをしっかりと示せた勝利だと思う。本当にこれはやっぱりみんながしっかり、ね、前回の90分前半と今回の90分後半の試合ができて、それをしっかりと勝利をつかむとかできた最後の締めくくりができたそうだと思うので、もう本当自信も J リーグ頑張りたいし、この準備をしてもらいたいし、ね、本当に、ありがとうございました。じゃあ今日は、ね、前回はやっぱ遠征メンバーだけだったけどね、こうして25人で最後盛り上がろうぜ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、先飛ぶなよお前。先飛ぶなよお前。まだ腹欲しいんだよ。入ってもいいです。真ん中から回したから締めます。今日は全力で平和保護。終わります。もう今行こう。